らない。こんなんできるかまずね、ちょっとね、難しすぎるよ。ほら、入らないの、ここが。ね、こんなんできるかーっていうことで、皆さん、ジュリの連続技、いかがでしょうか。一応ね、マグもジュリの連続技やりたいなと思って、今ね、必死に頑張ってきたんですが、コンボトライアル初級から中級までは全部できました。上級ができません。というわけで、マグには上級コンボはできないということが分かりましたので、中級以下で頑張りたいと思います。今回の動画はジュリのコンボ、できるやつをやりましょうっていう動画です。上手い人のはいっぱい動画が転がっておりますので、そちらをどうぞ。とりあえずね、身の丈に合った経営をしていきたいと思います。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回は、オンラインでね、マグが散々やらかしております通り、マグは今のところ、鉄ですね、アイアンでございますけれどもね、30試合、40試合、この間のライブも含めると50試合ぐらいはもうやってるのか、それぐらいまでやってるんですが、勝率はぴったり5割でございますね。勝ったり負けたりを繰り返しているんですが、過去の動画をね、見直してみると、やっぱりね、決定的な場面での連続技が出ない、これに尽きると思います。必殺技はね、まあ出るとしても連続技大事なところで出ない、そんな方いらっしゃいませんでしょうか。単純に上手い人のね、動画を、いっぱい見てね、自分も上手くなったような気になってしまうんですけれども、出ないものは出ないということで、一つずつ簡単なところからおさらいしてやっていきましょう。はい、というわけで、マグが最初の頃の動画でよく使っていたのがこれですね。しゃがみ中キックからの連続技、これからこれですね。今ちょっと空白ストップが溜まっちゃってるんであれですけど、溜まってない場合はこうです。1回だけ、まあ、ダメージも上の通りあれしか入らないんですが、まずジュリを使うんでしたら最初に覚えるべきは今の技、しゃがみ中キックからのこれでございます。ちょっと技の名前をちゃんと正確に覚えておきましょうよ。豪殺ですね。波動拳コマンドからの強キック、これを中キックから入れるとこういう風になります。風波ストックが1個あるだけである程度こうダメージも上がりますね。まあ言うなればこれ1本やりでもまあある程度いけます。ダメージちょっと違いましたね。でたまに戦っているとこれぐらいの密着の場面が結構訪れると思うんですが、そういう時は、打開の技が必要になります。相手がバンバン攻撃してきて、こちらはガードしかできない、そういう状況の時に、打開するためにこういう技を、まあ、差し込むと思うんですね。弱パンチ、弱キック、ここら辺で差し込むと思うんですが、覚えたい連続技その2、打開するときの連続技ですね。これがつながります。弱キック、弱パンチがつながります。そこから連続技でいきましょう。はい、ここまで風波陣が入るので全部弱でやりましょう。これがね、結構打開の時に結構使えるので、弱キックを1回差し込むぐらいだったら全部ここまでも1セット攻撃食らっちゃったらまあしょうがないとしても、1回でも打開でこれを差し込みたいって思ったんだったら全部いっちゃいましょう。これでございます。今ねマグはこれ 100% できてるんですけれど、多分初心者の方、まあ、マグのようにね復帰している方とかの場合はこれすらね対戦で出ないです。出なくてもいいです。
これが1回でも当たった瞬間にね、ここまで行ってたらなって思うっていう、ね、というわけで今のジュリで覚えておきたい連続技2つ紹介しましたが、2つがこれでございます。というわけで今回のジュリの連続技、難易度ものすごく簡単な、ニューチャレンジャールーキー、まあ、ここら辺の人がまず最初に覚えた方がいいんじゃないかっていう連続技だけ紹介したいと思います。こんな感じですね。で、連続技やる上で、まあ、この距離でこういう攻撃とかこういう攻撃とか、ジュリだったら中キック、しゃがみ中キック、それから強キック、まあ、この3つが多分主軸になると思うんですね、まあ、初心者の頃はね。こっからさらにこういうのもありますが、マグはねこれうまく出せないんですよね、前レバー2回と同時に中キック中パンチ、これだと早いですね、出るのが、ね、まあ、この4つで攻めるのが、今回のストリートファイターのこと、なんていうの、この差し合いっていうんでしたっけね、まあ、ここら辺の4つが主に、ジュリの戦い方になると思います。そのためにはね、今の連続技を当てる、これは連続技になりません、これもなりません。あ、近距離ならなるんですが、遠目で当てた場合は連続技になりません。連続技になるのはこれとこれですね。なのでここら辺の差し合いに関しても連続技を差し込むチャンスでございますので、まずは初心者向けにやっていきたいと思います。これは解説というより自分に対する、ね、戒めでございます。連続技、マグはね基本的には出るんですが本番で出ないんです。はい、というわけで、マグのようなライトユーザー、エンジョイ勢、本番に弱い、そういう人たちのためのジュリの連続技いきたいと思います。今のはまだ触りの段階です。はい、今ねちょっと多分さらっと流しちゃったかもしれないんですが、今やった技、ここはキャンセルですね。この部分キャンセルしなかった場合はつながりません。なので、まあ、キャンセルっていう概念をお話ししますと、この中キックが当たる前にこれを入力するってことですね。これをキャンセルと言います。そうすることによってこれの戻り、この足が戻る部分をカットして技が出るということになっております。それによってつながる、まあ、このキャンセルに関しては今更言わなくてもわかるかもしれないんですが、キャンセルの出し方としては、この中キックを見てから入力してたらもう遅いので、なんだろう、タンタタンって感じでね、あのリズムで覚えちゃった方がいいと思います。これの場合はもうこの多分今レバーをガチャガチャしてる音が聞こえると思うんですけど、このボタンの音で大体わかると思います。もうこのタイミングでこの2回目の音が聞こえてるということです。もう一回いきますよ、タンタンみたいな感じですね。こんな感じです。もはやあれですね、これが当たる当たらないではなく、もう先に押してるって感じですね。これが出てる時にはもう次のコマンドが入力されておりますので、まあ、左にあるコマンドリストとかが多分なんとなくわかるんじゃないでしょうかね。あれが今マグが入力したやつなんですけれども、下中キックを押してからもう10フレームぐらいにはもう技出てます。12フレームではもうボタンを押してますね。なのでもう1秒もかかってないという、そういうことですか、あれはそれぐらい早くもう入力しちゃってます。これを、キャンセルと言います。まあ、こればっかりはね練習です。マグもねたまに出ないし、対戦だと出ない時があります。これは未だに出ない時があります。なのでこれはやはり要練習かと思われます。ただそんなに難しくないと思うんで、やってみてください。最初は出ないかもね。以上、これがキャンセルでした。細かい
ことかもしれないんですが、下がるとジュリーはちょっと挑発する。ほらカモンカモンって。はい、どんなのがどうでもいい。はい、というわけで今度は、初心者がやるべき連続技、空中からの攻撃でございます。まあ、空中要はジャンプ攻撃からですね。まあ本当に初心者の方一番いいのは今日だと思うんですがこれでも1700は与えます。こちらがね、まあ、一番安定するっちゃ安定するんですが、多少なりともねジャンプ攻撃が当たるっていうことはね結構めったにないことなので、あの当たった時はね、あの大ダメージが期待できるので覚えた方がいいと思います。ただストリートファイターシリーズって結構空中戦の攻撃は結構対空技がしっかりしてます。そして今回はモダン操作がありますので、結構昇竜拳系の、対空普通に初心者でもがっつりやられてくるんで、私なんかはもう普通にニューチャレンジャーに空中戦全部やられましたけどね。でさらにマグのようなね、あのライトユーザー層にとって圧倒的に攻め込まれた時ってみんな何にも考えなしに、ね、ジャンプ攻撃しちゃうんですよね。これはねもうねしょうがない心理、追い詰められたものの心理、すぐねジャンプしちゃうんですよね。まあそれはしょうがないとして、実際ジャンプ攻撃を叩き込む方法としては、相手が飛び道具を出してきた時、もしくは相手が倒れていての置き攻めですね。まあ、基本置き攻めが多いかなと思います。なので、置き攻めだと思ってください。空中戦からの連続技、ジャンプ強キック、強パンチ、風波陣で、その後さらにこれも入ります、天線輪。なので、まあ、これが当たったらラッキーって思いましょう。こんなあこんな感じ、あらね、出ませんでしたね。ここら辺がライトユーザーでございます。こんな感じ、ちょっとなんかダメージ少なかったかな、なんか当たんなかったか、なんか当たんなかった、今連続技になってなかったかな。こんな感じですかね。2630、まあ、これぐらいのダメージになるっていうところです。これはいいんじゃないでしょうか、覚えておいて。強パンチ、蹴り上げ、ここの後の天線輪はキャンセルでも何でもないのでゆっくり入力しましょう。ゆっくり入力したら入らない、早めに入力しましょうこんな感じです。で、あと置き攻めに関しては普通にこのままこういう風になっちゃったらなっちゃったで構わないんですが、できることならめくりましょう。めくりはこんな感じ、中キック、こんな感じ、相手の後ろ側にすることでガードを逆にすることができます。でこれの場合はね中キックなので、その後この 強パンチまで、まあ、入る時もあるんですけど、なかなか安定して入ることはない、うん、浅く入りやすいんだよねめくりってね、うん、必ずってわけじゃなさそうなので、こういう時はね中キックで攻撃しているので、中パンチ中キックで、繋げたらいいんじゃないかなと思います。でジュリに関してはねお手軽コンボがあります。まあみんなあるんだと思うんだけど、こっからやる場合、右押しっぱなしで中キックでめくって、中パンチ強パンチ強パンチでございます。まあコマンドは出すか出さないか分かんないです。これです、ダメージは1500。こんな感じですね、お手軽、1900になったぞおや、これでございます。だったらお手軽なのでこっちでもいいと思います。でその他にあるとすると、これジュリはこれがつながります。ほら2ヒット、ちょっと左のコマンド邪魔だったかね。これを利用することでこんな技もつながります。めくってるんでねダメージが、あれ4ヒットなんなかった、あれなってるよ、ああ4ヒットになりました。中パンチ、しゃがみ中パンチ、中風波陣ですね、中風波陣ですね、これです。
スーファーストックが溜まってない時はこれもいいかもしれない。つながってないですね。こんな感じで4ヒット。これならまあガードされたとしても反撃は受けないので、めくりの場合はマグマこっち使ってますね。これ溜まるし1回分溜めることができるんでね。でもしめくれなかった場合でも多分これ当たりますね。画面端になっちゃう。ここら辺からやってめくれなかった場合でもこのようにやっと4ヒットになった今なってなかったっていうね、まあ、こういう感じじゃないでしょうか。これがまあ多分空中戦の攻め方になるのかなと思います。これでも難しかった場合はやっぱりこれでいいんじゃないですかね。これでもいいですかね。これでもね、さっきの応用で同じのにした方が連続技を覚えなくて済むんでね、こっちでもいいと思います。というわけで以上空中戦の攻撃でした。ちなみにこれさっき言ったこれですよね。こっからこういうこともできちゃうんですよね。マグはできないです。ほらできないですよ。というふうにまたさらに連続技がつながるようです。まあちょっと難しいねやっぱりね。ちょっと連続になってなかったですけども、上手い人はここからさらにつなげてますね。なので今やったこのキャンセルドライブラッシュに関しては今回触れないでおきたいと思います。ここからもできちゃうんですもん。だってほら、なので、ライトユーザーエンジョイ勢さらには初心者勢はしゃがみ中キックからまずは簡単なダメージを与えていきましょう。上手い人たちはみんなねここからやってますよ。まだね、なんかやってますよ、なんかやってますよ。ただね、これもね練習はしておいた方がいいと思いますので、そこからは上級者の方の見たらいいと思いますよ。こんな感じでつながったらかっこいいもんね、やっぱりね。僕もやってみたい。はい、じゃあ今度はドライブインパクトでございます。なんか喋ってる。先ほど言ったこの差し合い、例えばこの中キック、中足、そして強キック、ここら辺の技がですね結構あれなんですね。差し合いでよくジュリが使うんですが、こればっかりやってると相手にこれをされてしまいます。これですね。これとその場で倒れるときに結構時間かかるんですよ。でこのように技が当たります。この間に皆さんちゃんと連続技を当てましょう。マグはここで投げをしたりとかね結構ひよってます。まだ、マグはねまだ鉄ランクなので、新人さんやルーキーさんとかと、新人さんとルーキーさんと同じ意味だね、ニューチャレンジャーさんとか、新人さんとかと当たることが多いんですが、そういう時は結構この後にもうほんとこれで終わっちゃったりとか、これで終わっちゃったりとか、してる人が結構やっぱり多いですね。あ、やべ、食らった、このまま死ぬとかって思ってたら、意外となんかキャミだったらキャノンスパイクだけやって終わったりとか、してくれたりとかするので、まあ、まだまだ、マグレベルの相手と戦うんだったらそういう人たちが多いんですが、やっぱりそこはちゃんとダメージを与えたいと思います。なので、ジュリの場合さっきのこれでも全然いいです。こっからのこれでもいいです。なんか違うの出た。ごめんね、当たっちゃった。いや、これで全然いいです。ただ、ジュリの場合は、さっきもねちょっと多分ジャンプ強キックからの攻撃で多分やったと思うんですが、それと同じ技をここで当てたいと思います。それがこちら、強パンチからです。ああ間違えた。もう一回いきますね。こっから当たんない。今日のウーハジンからのこれですね。これが入ります。今入ってなかった。これですね。これを当てた方が非常に
強いので必ずこれが当てられるように頑張りましょう、ね、これがね今のところだからさっき言ったけど50試合もやってね1回か2回かしかできないんだよね。まだねいまいち、ね、ただこれはライトユーザー系の方たちは多分これすらもできないと思うので頑張ってこれできるようにしましょう。あ、ほら出なかったじゃん、ね、今ジュリが言ったグーズーガーってのは俺に言っているね、全くご褒美です。はい、というわけで今のこのドライブインパクト違うボタンが出てる、これですね、これはさっき言った差し合いの時にあの相手が大振りな技をやってるだったらこっちからもねこういう技やっていいと思います。あと置き攻めに明らかに足を置いてくるなって思った人にもこれやっていいですし、ジャンプ攻撃の対空にもこれ使えますんで結構いいかもしれないですね。であとこの距離感、この距離感でこっちから仕掛けた時にわざと空振り、こういう風に起き上がりに攻めるよって言ってこうジャンプしといて足出さないと、ダッシュしてこうして相手の起き上がりにダッシュまでしといて投げが届かないギリギリの位置で止まるとか、ね、そうすると結構相手がドライブインパクトをやってくるので、そしたらこっちも返ししましょう、ドライブインパクト返し。まあ、そこら辺はね戦ってるうちに結構この相手の特徴でこの技やった後やってくるなみたいなのもいいんじゃないでしょうか。例えばマグの場合だとこの右レバー中キックでこれ中段が出るんですよ。なんか固まった相手に対して急にこれをやると相手は次必ずね小足入れてくるんですよね。中足入れることが多いですね。ちょっと離れる、ショーだと届かないから中足とかね入れてくることが多いんで、この後にドライブインパクトっていう、まだ出なかったですねさすが、さすが。なので、ドライブインパクトを、ね、差し込む場所なんかもね結構、こだわってやってみてもいいかもしれないです。そして終わったらこの技が入ると思えば2400のダメージが入ると思えば相手も迂闊に攻めてこれなくなるんじゃないでしょうかね。はい、というわけで以上ドライブインパクトの使い方でした。いえね、マグもねここら辺のね差し合いでね急にこういうことやりたいんですよ、これを。でも右左上のゲージをご覧ください。いいですか、今6ゲージありますね、ドライブゲージが。わかりましたか、 1.5 ゲージぐらい減ってますよね。これはハリーをやってからドライブラッシュをしているので 1.5 ゲージ減っちゃってるんですね。なので実際はこのパリーをキャンセルしたいので パリー分のゲージを減らないようにするための方法が、前なんていうの、進行方向 ×2 と同時にパリーをすることによって1ゲージで済むそうです。こんな感じ、ほら1ゲージで済んでる。なのでこれをやることで、出なかったね、ちょっとねこう出側一瞬これが見えちゃうよりかはね、あのいきなり来られた方がやっぱり相手もびっくりすると思う、出ないねびっくりすると思うんじゃないでしょうか。というわけで今回のストリートファイターはあまり適当にジャンプ攻撃はしない方がいいというふうに言ったんですが、しなくてもいいのがこれですよね、このドライブラッシュ、これによって一気に相手の間合いの中に入り込む技は出なかったですけどことができます。さっき言った差し込み、中キック、しゃがみ中キック、強キック、この3つが差し込みとしてあるっていうふうに言いました。そして相手の技によってはこれでっていうのが差し込みの要素としてあると言ったんですが、ダッシュするよりこれダッシュもジュリは早いんですけど、まあ、いきなりダッシュして投げも差し込みの一つだと思うんですが、その差し込みの中にこれが入るというわけですね。これがドライブラッシュでございます。今やり方は言った通りですが出ないんですね。出ないからあんまりやらないんですけどね、まずはただこれはね絶対やった方がいいですね、強いのは分かってるんです。なので、このドライブラッシュっていうのも差し込みの中の一つとして捉えて
いいと思います。そしてジュリの場合はガードされても強い、なのでガンガンやっていいと思います。さらに当たったら連続技ができます。なのでちょっと連続技いきましょう。ドライブラッシュからの中パンチですね。これがねガードされても強い。さらに滑っていくので、あれなんかちょっと違うのが出た。滑っていくのでね、連続技にもなるんですよね。ね、ほらご覧の通り全然出ないんです。これからしゃがみ強パンチが入ります。ちょっとワンコンからやっていい？痛恨だと技が出ないのも初心者あるあるでございます。これです、中パンチ、しゃがみ強パンチ、これが連続技になります。なってなかった、なってなかった。ここまで入ります、今のキャンセルドライブラッシュ、キャンセルはしない、ドライブラッシュから連続技がここまで入ります。はい、というわけでこれはやっぱり覚えたいですね。さっき言ったジャンプからのこれと同じですね。ジャンプからやったこれと同じです。これをいきなり地上でジャクーンと入っちゃうわけですよ。これはかなり強いと思うのでね、ぜひこれは初心者といえども覚えた方がいい一品。連続技にはなってないけれども、こちらが、非常に使えるんじゃないかなと思います、じゃあ例えばガードされてしまった場合、ここまで、ガードされたところでその後中パンチもしくは中キック、多分ね弱キックでも多分こっちの方がね、有利状態を維持できるかと思われます。相手がドライブインパクトをやってくるんだったらこっちの方がいいかもしれないですね。ピチ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 、まあドライブインパクトやってもこれで、これの後に多分こっちの方が攻撃早いんで、ドライブインパクト返しをやってもいいと思います。なのでもしガードされた場合は固めることができるので固め技もいきますか、これのストリートファイターとかの対戦格闘の場合はこっちが一方的に攻め続けることが、やっぱり強者の道だと思います。マグは結構ひよっちゃうんだよね。マグのオンライン対戦の動画見ていただけると分かるんですけど、本当に勝負弱いです。理由はね、テンパってだん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 引いちゃうからですね。これが多分マグが勝てない一番の理由です。押して押すことね、これが対戦格闘ゲームの一番の強みだと思うので、本来は攻撃こそ最大の防御的な感じで攻撃しまくった方がいいです。そのための、ガードされた場合はこんな感じ、こんな感じ、今やったのは全部さっき教えた連続技です。ドライブラッシュからこれを今教えましたよね。これをガードされた後は、レバー入れ中パンチ、しゃがみ中パンチ、また風波陣です。これです。もしこれが当たったらこれも全部入ります。この3つ全部入ります。でこの距離になった場合、今度は中キック、しゃがみ中キックが入ります。そしたら今度はこれにまた風波陣です。そうするとストックは3つ溜まりますということで、かなり美味しい攻撃になりますね。でこれをやった後もまたこっちが先手を取れたりするので非常にいいですよね。これが先手取れないと思ったら弱に変えてもいいですしね。相手の差し込みが早かった場合はこっちの方がいいかもしれないし。で今のこれをね、大体一通りやったりすると相手はこのパターンが来るって思ってずっとガードしてくれたりドライブインパクトをしてくれたりします。ドライブインパクトをしてくれるようなら1個待って返しとかで、もし相手がこれ全部ガードしてくるんだったら、ちょっと今1テンポ遅かったけど投げにしちゃうとかなら、いきなりここでこういうことやっちゃったりすることもできます。あ、ちなみに画面端でガードしている人にドライブインパクトやると、バチーンってぶつかるので、その後連続技入ります。
違えましたけど。ここまで入ります。なのでね、ドライブインパクトをこっちから先やっちゃうっていうのもありなんですけど、ドライブインパクト返しもされちゃうんでね、あのそこはちょっと気をつけてって感じですかね。はい、というわけで以上、これがドライブインパクトでした。マグもね、何回も差し込みたいのは分かってるんですけど、オンライン対戦で結構ね、ひよってできないんですよね。これやってる間に相手の攻撃ビシッて食らったりとかね。そうするとね、なんか次出すときに遅れを取っちゃうんですよね。ただあの上手い人たちのジュリの動画を見ると分かるんですけど、もうひっきりなしにこれでいきますよ。これでもうほんと何回もこれやってきます。これそんなにやるのっていうぐらいやります。だから多分上手い人はね、あの間髪入れず攻撃のことなんでしょうね。やっぱりね、攻撃することこそが最大の防御のようです。さらに今画面端に追い込んで多分やると思うんですね、このガード崩しって。なので画面端限定の連続技もあります。じゃあちょっとドライブインパクトが当たったとしてやります。はい、失敗。これですね、これを当てます。でもう一回入力することでもう一回当てます。その後に点線輪が入ります。じゃあちょっとドライブインパクトガードからやってみます。編集したいな、編集したいな。 あと風波ストックがないとできないですね、これね。ね、風波ストック。入りませんでしたけれども、入るよね。あ、入りました、入りました。本来は入るんです。本来は入るんです。というわけでね、これオンライン対戦でやってね、多分2回しかまだ当てたことないです。画面端だと今のが出ますっていうことですね。まあゲージをあんまり、残したまんまにするのももったいないんで使っていきましょう。以上、ドライブラッシュでした。こんな感じ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ライトユーザーエンジョイ勢でもできるジュリの連続技でした。サムネとかタイトルどうしようか ね。正直マグでもできるジュリの連続技っていうタイトルにしたいんですけどもね。勝率3割の男ができる、連続技でした。これ以上の、連続技いっぱいあります。プロゲーマーさんとかね、そういう人たちがねいっぱい上げていただいてるので、そういうのもね参考にして上達するんだったらそっちをねどんどんチャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。合ってるかどうか分かんないんですけど、プロゲーマーさんがやってたやつ一例を言うと、ドライブラッシュから右中キック、立ち中パンチ、しゃがみ中パンチ、キャンセルドライブラッシュ、しゃがみ強パンチ、立ち中パンチ、しゃがみ中パンチ、どっかにもう一回キャンセルが入ってたかも。風波陣、さらに、回線段階落が入ってました。もう半分以上減ってましたね。6割近く7割近くいってましたか、ね。恐ろしいです。なので、そこら辺のね技ができるっていう方はね、ぜひそちらも頑張ってみてください。そしてこういう技もあるんですよね。これはちょっと私もねできませんのでやらないんですが、こういう風にこんななりますもんね。だってね、風水エンジンを使えばもっと、お手軽に技がつながるんですが、マグは一回も使えません。よくもうパニックになるから覚えられないからって感じでございます。今みたいにね、ちょっと分かんないですねやっぱりね。これぐらいしかできないですよ風水エンジンで。でも2500しか減らないんだったら、2つ使うのもったいないなって思っちゃうぐらいね。なのでね、ちょっとね難しいですよね。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますと、マグがもうちょっとジュリで頑張れるかもしれません。よろしくお願いします。でさらに、連続技できることならここまで行きたいですよね。
なので、マグはどっちかというとここの間に、差し込んでます。超必殺技もやっぱり当てたいので、マグはいつもここでやってます。今日風破陣の後に天仙輪やる連続技が結構多かったと思うんですけど、この天仙輪を超必殺技にします。ここからキャンセルしますね。ここから例えばこんな感じ、こんな感じです。ただこれ上見るとパーセントが 50% なんでキャンセルしなくても入るそうです。はい、今これで3950だったんですけど、あらこれでも入るんじゃない。ほらこれだとほら 80% ということで、キャンセルしない方があのダメージの減りがないそうですね。なので本来はね今キャンセルしない方がいいそうです。でもねキャンセルしないと出ないほら 60%、 さっき 50% だったのでキャンセルしない方が威力が高いです。4300、さっき4000いかなかったもんね。なので超必殺混ぜるんだったらこっちの方がいいかなっていうのと、あと風破陣とコマンドが同じなんですよね、あの回線段階楽って技が。なのでこれを2回なので要は3回やればいいだけですから、一気に立て続けに3回入力すればいいんです。ほら簡単にできる、簡単にできるんですって言うと、この間オンライン対戦で1回しかできなかったんです。いやいやいや、そういうもんです。エンジョイ勢なんてそんなもんです。というわけで、今回のストリートファイター6は非常に面白いですし、マグみたいにねあんまり強くない人もこんなに楽しめるゲームになっていますので、この動画を見てストリートファイター6買おうかな買わないかな、でも難しそうだなと思ってる人はね、この程度の連続技でもなんとかなるということをね覚えておいて、今すぐストリートファイター6をお買い求めください。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい、というわけで次回はもうちょっと連続型できるといいね。全然本番で出ないんだ、これすら出ないんだ、これすら